それでは今日は18章全体進みますけれども、お読みするところは長いので一節からしばらくお読みいたします。創世記18章。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏して言った。お客様、よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持ってこさせますから、足を洗って木陰でどうぞ一休みなさってください。何しか召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから。その人たちは言った。ではお言葉通りにしましょう。アブラハムは急いで天幕に戻り、サラのところに来て言った。早く上等の小麦粉を三世屋ほどこねてパン菓子をこしらえなさい。アブラハムは牛の群れのところへ走っていき、柔らかくて美味しそうな子牛を選び、召使いに渡し、急いで料理させた。アブラハムは牛乳、乳、出来たての子牛の料理などを運び、彼らの前に並べた。そして彼らが木陰で食事をしている間、そばに立って給仕をした。お祈りします。神様、今日も私たちは、信仰の父アブラハムの姿を通してあなたからの御言葉をメッセージを聞きたいと願っております。主よ、この世界に正しい人はおりません。しかしたった一人、イエス・キリストのその御業によって私たちは正しいものとされて、今日もここに立っていることができます。感謝いたします。今日も御言葉の中で語ってくださいますように、はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回の創世記の時に第9回目と言ってしまったのは、それは間違いでありました。第8回目です。今日がアブラハムの公開メッセージの第9回目になります。今日は一人の義人というメッセージの題であります。18章は3つに分かれております。1節から8節まで、それはアブラハムが3人の者たちをもてなす風景、そしてその人たちから言われた9節から15節まではあなたに子供が生まれるっていうことを言われ、そしてやがて彼らはソドムに行ってそこを調べるって言った時に、アブラハムは必死に鳥なしの祈りをしました。ですからこの3つに分けることができます。その3つに分けながらお話をしていくことにしましょう。まず18章の1節からしばらく私たちは謙遜っていうことを考えていきたいと思います。前回はエルシャダイについてお話をしました。全能の神であり、それは母親の乳房という意味があるということでありました。そこに私たちに必要な全てがそこに含まれている。ですから私たちは本当にそこにこの頼って頼って頼っていくっていうんでしょうか、そのことがですね必要であることを言いました。アブラハムがカナンの地に来てからももうすでに25年過ぎようとしておりました。これはとても長いです。しかも75歳の時に子供がいなかったのに、やがて子供が与えられる。1年2年25年過ぎようとしていきます。ますます与えられる可能性はありません。神様の御言葉の成就っていうのは、第一番目の理由は神様が定めた日時があるっていうこと、これを動かすことはできません。しかしじゃあ私たちに何のそのものはないのか、私の責任はないのかとするならば、これは運命論になってしまいますね。人間はこの時に生まれて 何秒何頭何畳何合何粒の米を食べたら死んでしまうっていうですね、よく昔このおじいさんかおばあさんから言われたものでした。そういうふうになってしまいます。そうではなくして人間の責任があります。それは私たちが100歳になることでした。100歳っていうのは
これは人間的な可能性がゼロっていうことです。100歳のおじいさんから90歳のおばあさんから子供が生まれませんね。ですから私たちが100歳に到達する、もちろんこの肉体の年齢を超えてです、霊的に、それは自分自身が完全に神様に明け渡していくっていうある一定の神様から見た良しとする時、それが来るまでは成就されないってことがあります。神様の御心の時と同時に私たちが神様の御心に従うっていうですね、100歳になっていく必要、これがありました。アブラハムはこの時にもう本当に99歳になりました。これが18章です。アブラハムが目を上げてみると3人の者たちが自分に近づいてきました。これが後に分かります。1人は神様であって2人は天使だってことが分かります。なぜならば主は言われた、主は言われたって最後に残った1人の人がアブラハムに語っている時に主はと誤解ていますから、明らかに神様ご自身です。でもアブラハムは最初にそれが分かりませんでした。まあ普通の人とは違うと思うんですね。顔つきなんかもなんかキラッと輝いているですね、そういった人かもしれません、この私なんかとは違ったと思います。でもアブラハムはそこにおいて分け隔てなく、まずああお客様どうぞ私の天幕にお入りください、さあ水を召し上がってください、食べ物を3セア、これ40リッターです、40リッターでお菓子を菓子パン菓子を作りなさい、それどこじゃありませんね、子羊を引いてきて食べさせなさいと、ものすごいもてなしをします。私が最高のもてなしを受けたことがあります。中国に行った時に貧しい農家に行ったんですね。そしたら、この豚を飼ってるんです、大概もう豚を飼ってるんです。それは全部ですね、このお仏でも何でもそこに行くようになってそれを食べたりなんかするんですが、ですから中国の豚を食べるというのは勇気がいるんですけれども、行ったらですね、日本からこんなお客さんが来たってですね、主人が命じたんですね、豚を売れって言ったんです。そうしたらですね、この通訳の案内の人がブヨ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 って言ってですね、ノーノーノーって言ってですね、やめさせました。本当にそのつもりだったみたいです。それでチキンが3羽私たちのために犠牲だったんですけれども、そのようなもてなし、これはすごいことですね、財産ですね。それをそのようにしました。ここら辺に私はアブラハム神様だからっていうんじゃなくて、そうでなくてもアブラハムはこのようにして人々に仕えていたっていうこと、これを見るときにここにへりくだるっていう姿を見ることができます。全ての人間はとっても傲慢です、まあ、それが見える見えないはこの人によって違いますけれども、本質的には同じ量だけ傲慢だと思います。人間の根本的な傲慢はどこから出てくるかっていうならば、それは自分で生きなければならないと思うからです。自分の責任は自分で負わなければならないと思うからなんですね。これこそ全ての根源です。ですからいろんな出方があります。その時に例えば人に甘えていくっていうタイプがあります。その場合は案外人を自分を殺したように見えて、自分を柔らかくして相手に受け入れてもらって相手に依存して生きようとする。あるいはまた今度は私がっていうのはですね、人に頼っちゃいけないっていうような人は今度は逆に人を自分の姿に変えようとして一生懸命やっていく、自分を柔らかくして相手に委ねてやるのも、人を自分に変えるのも根本的には同じですね。同じです。アブラハムもさまざまな罪を犯してきました。エジプトに行った時にも自分の妻をですね、妹だと言ったし、そしてこのハガルを連れてこなければならなかった。ハガルによって子供を産むってこともしました。いろいろやってますね。それをまたこの追い出すって、ハガルを一旦追い出すってこと、このあとまたイシュマエルが生まれてくるとですね、今度は13歳ぐらいになったらイシュマエルとハガルを完全に追い出すんですね。なんていうこと、信仰の父ともあろう者がなんでこんなひどいことをするか、風上にも剣と思うんですけれども、しかし私たちはしょうがないんです。自分の責任を自分では取れないんです。
ですからアブラハムはそのことを訓練されて少しずつ分かってきました。ああ、自分ではどうすることもできない、これは神に委ねるしかない。そしてそれだけではなくして、そこからもう一つ必要なのは、ここから出発するんだ。今までのこと、あのこと、このこともあるけれども、もう自分ではしょうがない。ではしょうがない、しょうがない、しょうがないって言って頭を下げていればいいのかって言うならば、そうじゃないですね。そうじゃなくて、今までのことを考えながら、ここから出発しよう、主よ、私を導いてください、ここからまたやり直しますから、という意外にないのです。私もそうです。皆さんもそうだと思うんですね。私も大きなこの夢を描いておりましたけれども、全て放棄しなきゃなりませんでした。でもいつまでも落ち込んでいてはいけないと思います。やはりここからなんだ、この今までのいろんなことも含めてここからなんだ、出発していきたいと願っております。謙遜っていうのは自分を主張することではありません。そうではなくて、神様ご自身を主張することです。傲慢っていうのは自分自身を主張するんです。形はどうであろうとも、結局は自分の主張なんです。謙遜っていうのは神様の御前に生きることであって、傲慢っていうのは人の前に生きようとする、それが明らかに違います。アブラハムは最初から3人の人が神様と天使だとは分からなかったと思います。傲慢な私だって多分ですよ、本当の神様が来て2人の天使が来たら、はははってやると思うんですね。でももしみすぼらしい人が来たらどうだろうか。いやいや、うちはお金渡さないことになってるんですねって言いながらですね、こういろいろ断っていくんですね。昔本当に私たちのこの教会ですね、この古着だとかなんかいっぱいそれといてですね、こうやっていきました。このあげるってことをしていきましたけれども、だん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 と傲慢な人が出てくるんですね。もらうのが当然で、もっともらうのが当然だって言って、そういったのはですね、だん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 とこっちも厳しくなって、もう神様が使わせたなんて思わない、泥棒が来たように思ってですね、この追い返したりなんかをしたこともいっぱいあります。アブラハムは神だとも天使だともわからないのに、彼はもてなしていきます。そしてこれは人を分け立てしませんね。足を洗い、水をこの汲み、食事をさせ、三世屋のパンを、そして子牛を、この謙遜と傲慢なことっていうのはですね、実に私の長い信仰生活からして分かるのは、捧げるっていうことによって分かってきます。捧げるっていうことが、要するに自分の全ては神だと思っている人は、やっぱりあるないにかかわらず精一杯捧げますね。私も随分街道建築しました。最初に5800万、その次4500万、その後2100万、その後2400万、その後と最後の土地は、まあ、息子が最後に仕上げたんですけども、1500万の100坪の駐車場でした。と一億相当なりますね。そして献金の記名をさせたことは一回もありませんし、まあ、いろんなことがありましたけども、やっぱりですね、少しずつなんかこう見てると分かってきますね。あ、この人は本当に捧げてる、あ、この人は捧げてないだろうなってことが分かってきますね。無記名ですけれども、もちろんこの教会以外の人たちから捧げられた量が本当に多かったんです。前の教会はですね、そのようにしてこの借金は最高長いのが3400万のローンを6年で返して、それから4000万弱のこのローンをですね7年で返したでしょうか。あとその他のものもありませんでした。最後非常に素晴らしかったのはですね、この最後にあの街道あったところから改築したんですけれども、2400万だったんですけれども、18万円プラスになりました。土地を買った時には車1台がおまけに買えるようでありましたね。そのようにして本当に祝福されました。でもみんなお金も違えたんじゃなくて、やっぱり思うんですね、
謙遜な人たちがいたんだと思うんです。謙遜っていうのは、先ほど言いましたように、これは神が自分の大事なものになっている人です。自分が大事になったら人間は捧げることはできませんね。ガラテ書の5章の22節に、御霊の実、愛、柔和、寛容、善意、忠実って書いています。アンドリュー・マーレがこんな薄っぺらな謙遜という本が書きました。その中においてこの彼は言うんですね。謙遜っていう言葉はこの御霊の実には入ってない。なぜ御霊の実に謙遜、こんな大事な謙遜が入ってないか。それは御霊、この謙遜っていうのは実ではなくて籠なんだと言いました。籠だから寛容、柔和、いろいろなものありますけれども、謙遜っていう籠に入らなければ、プロ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 結んだとしてもプロ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 落ちててとどまらないんだと。だから謙遜っていうのは書いてないんだと、籠だからと言いました。これはもっともですね。どうか私たちの生きるすべては神に置くことです。これが私たち側の謙遜っていうことなんです。多少言葉でですね、きついこと言ったとしてもいいでしょう。でもその生き方の根本が神になっているのか、それともやっぱり自分なのか、それはいつも問うてほしいと願います。9節から彼らはアブラムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますかと言って、そして彼らは言いました。来年の今頃、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょうと言いました。サラは天幕の後ろね、フフフフってですね、バカなって言ってて、こう笑ってるってことが次に書かれてあります。この予言、アブラハムも17章を見ると笑いましたね。そしてこのへりくだって笑っておりました。そのことについては以前お話をしました。神にとって私たちが考えなきゃならないのは、神様と私たちの大きな一つの違いはですね、まあ多少私たちも物を作ることができますから、私たちも小神であるところ多少あります。しかし大きな違いは、神様にとっては過去、現在、未来が一瞬のうちにって言うんでしょうかね、一瞬のうちに一つになれるということです。そして私たちは過去、現在、未来っていうのは、それはどうすることもできないものだっていうこと、これがとても大きな違いになります。過去を見ていきましょうか。アブラハムたちの過去を見ていきましょうか。ごめんなさい、私たちの、あなたの罪は許されたっていう、しかし自分ではなおこだわっている、それどうでしょうか。やはりそれは自分の立場に立ってるんであって、神様の立場には立っていないですね。現在を見ていきましょうか。自分の能力は現実の目に見える世界から抜け出せない。もう99歳まで子供がいなかったのに、どうしてこれが明日、来年、子供が生まれるはずがあろうか。これ当然ですね。ここから抜け出すことはできない。未来、自分の過去と現在からしか考えることはできませんから、ああ自分はこんなもんだなっていうぐらいしかどうすることもできない。90歳まで子供が与えられなかったサラ、自分で女性ですから自分の体のことがよくわかります。決してそこに生まれてくるはずがない。しかし来年の今頃と言われました。自分の過去、現在、未来を自分の中で考えるものは、この笑ってしまいます。神様の言葉を笑ってしまいます。しかし
主にとって不可能なことがありましょうか、と言いました。その時にサライは言いました。私は笑いませんって言いましたけれども、私たちは真実から実にそう言いたいんですね。神様、私はあなたの言葉を笑いません。あなたの言葉を自分の可能性じゃなくて、あなたは神ですから、あなたに追っかけます、あなたの言葉にかけますと言って、やはりそこから一歩自分で進んでいかなければならない。過去は本当に神様が私のために全てのことを処分してくださるし、きれいにしてくださる。そういう現在力があるないにかかわらず、私たちがいただくのは自分の力で生きるんではなくして、神の力と神の命によって生きるんですから、ですからその神様に委ねてください。そして将来のことを待ちつつ、今しなきゃならないことに全力を注いで歩いていきたいと願います。さて、この天使、この神、この16節に進みます。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろすところまで来た。アブラハムは彼らを見送るために一緒に行った。主は言われた。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。私がアブラハムを選んだのは、彼が息子たちとその子孫にその道を守り、主に従って正義を行うよう命じて主がアブラハムに約束したことを成就するためであると言って、まあ、この子供が生まれてアブラの子孫のことを言うんですけれども、その後です、20節に主は言われた。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと書いてます。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きいと言ってるんですね。ということはですね、これ誰かが祈ってるってことですね。もちろん、お神様、ソドムとゴモラ滅ぼしてくださいと祈ってる、そういった祈りを神様は聞くんでしょうか。そうじゃないですよね。そうじゃなくて、ソドムとゴモラの罪がこんなに大きいんです、主を救ってください、この町を救ってくださいっていう、こういった祈りがあったからこそ、この神様と天使たちは動いてここまでやってきたんではないでしょうか。そしてそこにはこのロトがおります。アブラハムの愛する者たちがおります。ですから神様はどうしてもアブラハムにそれを告げないで何かをするっていうことはできなかったようですね。これは私たちに考えてみましょうか。私たちが誰かの罪とかいろんなことを見たときに、皆さんどうしますか。私はすぐ裁きます。でもこの祈りは神様聞いてくださらないでしょうね。裁きたくなりますけれども、しかしここで御言葉にとどまって、いやでも祈る、いやでもその人の名前を口に出して祈るっていうことから始めていかないと、これ先に進まないんです。本当に嫌なことなんです。ここに戦いが必要ですね。でもこれをしなければならない、その時にこそ神様はその人に対して働けるんだと思うんです。なぜならばご自分の御心に従っている人がいるからです。その人の言葉を無視することは神様は一切できないですよね。だから祈らなければならない。自分のを愛してくれるものを愛したからとって、そんなのは主税人でも誰でもしてるではないかとイエス様は言いましたね。ソドモとゴモラ、このために祈っていた人がいたってことです。これは私、皆さんに当てはまります。その祈りに対して
神様はさらにそこは出来事を起こすんですけれども、さらにその前にですね、ある人たちに語り出す、ある人たちにこの神様がこの手を出し始める。あの人にあなたが向かっていきなさい、あの人にこのことを向かっていきなさい、また別の人に語りかける、あなたもあの人のために祈りなさいということ、ここに目を留めていきましょう。アブラハムはこの23節に、アブラハムは進み出て行ったと言って、アブラハムはそこでこのですね、あんなロトはね、私から奪ってこねて行って言ったしょうがないんです、あれはね、まあ滅んでしまって、その時に最後にでも、まあ、死ぬ前にでも一言悔い改めてくれればなんてですね、私たちは本当にそう思うんです。それはほとんど裁きですね、裁き心ですね。アブラハムは見舞いに出て行ったんですね、見舞いに出て行ったんです。そして嘆願していくんです。まことにあなたは正しいもの悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。あの町に正しいものが50人いるとしても、それでも滅ぼし、その50人の正しいもののために町をお許しにならないのですかと近寄ってきました。祈る時に本当に神様の前に自分の心を進み出ていくっていうこと、これ若い時できませんでしたね、まあ、今できるかというとそんなにできるわけじゃないんですが、若い時は本当にできませんでしたね。というか表面的に、ああ今日祈ったおしまいっていう感じのですね、そんな祈りしかできませんでした。でもやはりこれは私たちは自分自身の人生の痛み悲しみっていうのは自分自身が負って、それを体験していくごとに、これはあれもこれでもないんだな、本当に私たちが最後に神様にできることは神様の前に出てて泣くことだけですね、泣くことだけ、ボンボンボン泣きながらですね、もうダメです、助けてくださいって、もうこれしか言葉出なくなってきます。このようにして本当に神様の前に出て泣ける人は幸いだと思います。皆さんはそのような祈り本当にできますか、本当にできますか。もししたことがないとするならば、自分の問題を真正面からまだ見ようとしてないからです。その人にはごまかしができますから、表面の祈りはできます。しかし見舞いに出ていく祈りはその人にはできないんです。どうぞ泣いて神様の前に出るものになってください。それこそ本当にそこからこそ神様との交わりが始まります。アブラハムは近寄っていきました。しかしこの時点でアブラハムは本当は何を祈るべきかほとんど分かってないんですね。これは聖書の真理とかなんかアブラハムはここで分かってないんです。要するにアブラハムが考えてくるのはもっと人間的なことです。あそこを滅ぼすんですか、でも50人ぐらいはいい人だっているでしょうっていうですね、そういったものですね。そしたら、いや50人いたら滅ぼさないって言った。そしたら、待てよ、50人本当にいるかなってだんだんこう信仰的になってくる。で45人どうだろうか、40人どうだろうか、30人どうだろうかとなります。要するに祈りっていうのはですね、祈るごとに神様の御心が知らされて分かり始めるっていうことです。祈らなければ神様の御心っていうのは実は分からないんですね、分からないんです。祈ることに分かっていくんです。ああ50人はいないだろうなってですね、これいないんですから神様の御心は少し分かったんです。あ45人いないだろうな、もっと分かるんです。30人あいないだろうな、でも最後に10人ぐらいはでですね、こう思ってこうかけるしかないっていうものですね。でもどうでしょうか、実はいないんです。10人も5人もいないんですね。鬼人はいない、
一人谷なしです。ではどうしてこの世界は救われるんでしょうか。聖書を開きます。ローマ書5章18節。17節お読みいたします。208ページになります。新共同訳聖書ですと、一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物と豊かに受けている人は一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。同じような意味合いのことがヘブル人へ手紙書いています。アベルの血が叫ぶ。アベルの血っていうのはこのカインに殺された弟アベルですね。血は叫ぶんです。私を殺したのはカインだと神に訴えます。それを叫びを消すことはできません。私たちはアダムの末でありカインの末裔です。ですから私たちが犯したことはこの罪が神様に対して叫んでるんです。しかしアベルよりももっと力強く語る流された血があると聖書は言っております。それはイエス・キリストが十字架で流された恩血です。それはアベルの血よりももっと力強く語る。アベルの血はあの人は罪人です、訴えよう、あの人を地獄へと語ります。もう一つのもっと力強く語る血は、父なる神様、カインの罪は私が全部引き受けて私が代わりに死にます。だからこのものをあなたが引き受けてください。こっちのがもっと強いというんですね。一人の罪人によって罪が全世界に及びましたけれども、一人の義人によってイエス・キリストによって私たちは救われていくんです。アブラハムは50人45人40人30人と10人と祈りました。しかしおりませんでした。神様は言ったんです。あなたの祈りが完全だから私が聞くんではない。あなたの祈りは不完全だとしてもあなたが愛があるから私はお前の祈りを聞こう。そしてそれは全部私が引き受け私が完成すると。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。謙遜なものにならせてください。自分自身の人生の主語、主体を、主客をイエス様ご自身とするものにならせてください。また神様の言葉を自分の尺度で受け取ることがないように導いてください。そして主よ、正しい正しくないかかわらず主の前に出ていけるものにしてください。そのものを神様がご自分のところに引き寄せ、十字架の恩寵と復活の命を注いで、そして生かしてくださいますし、また一人の人を通して復
不完全なものの祈りであったとしても、不完全なものの祈り、この御心にこの完全に合致しなくても、主はご自分の愛を持って全てを成就してくださるお方であります。あなたに期待し、あなたにこの委ねます。感謝して主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。